MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は、RC スタジアム正規さんのシリーズ戦の開幕戦なんですね、やってきてるんですけれども、ちょっとね、通常のショップレースとは思えないこの顔ぶれ、人の多さ、熱気の高さ、かなりのもう感じておりますけれども、私も今日外の天気がね、雨ということでスケジュール変更が実はここ参加させていただいてるんですけれども、地元勢の方はもちろんなんですが、遠征組の方も含めて普段いらっしゃらない顔ぶれも含めてかなりの人数になっておりますので、今日はね盛り上がってます。いや今日ここに香山さんいらっしゃるということは、チームゼロトライブもスーパー GT を、はい、第一戦ということで盛り上げたいなと、開幕戦だって聞いたので、はいはい、お客さんたくさん来てくれればいいなという意味も込めて、ちょっとお手伝いも込めて、はい、来ました。素晴らしい。ユーザーも続々増えているようで。あ、そうですね、皆さん、スーパー GT 楽しんでいただいている方も多くなってきたので、スピキンも合わせてですね、はい、2本立てでいきたいと思います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。そしたら、練習走行、今ちょうど FWD の時間帯になってますんで走らせていきたいと思います。昨日練習日ということで一応走らせてはいるんですけれども、なかなかね、テクニカルなコースになってますんで、もうラインに乗せるとかいうのも大変で、今ご覧いただいているように同じクラスとは思えないぐらい皆さんすんごい速いです。特にこの右サイドが難しくて、なかなか小さく回れなくて、それでも、見ていただいたら分かる通り、車はね、シャキシャキっと走ってくれてるんで、あとは本当に人間がうまく適用できるかどうかっていうところですね。アングルを変えて、こっちからやるんですね。全然、アングルが変わると見え方が全然違うんで、この辺のね、車の動きとか、立ち位置がどこになるか分かんないっていうのもありますんで、ちょっと慣れないサーキット行くときは特にそうなんですけど、練習走行の時にいろんな角度から見るようにしてます。やっぱりその辺がね、アウェーなコースだとなおさら、最終的には立って操るところがどんな感じなのかっていうのが大事なので見るようにはしてますね。どこでガッシャン、柱の向こうだ。じゃあそういうのも結構ね、インドアサーキットってこの柱の加減ってありますよね。なんか多分見やすいところとか得意、得て増えてみたいなところも多分出てくると思いますんで、ぜひね、サーキット初めて走られる時とか慣れてないところ行かれるところとかはこういうのもチェックしておくといいんじゃないですかね。さあ今度はですね、 4WD の練習走行タイムということになります。スーパー GT は台数がそこそこ多いので練習走行も2組に分かれているということで、とは言ってもですね、顔ぶれもそうそうたるもんで、すごいことになってますよ。ねえ、大変ですよ。ちょっと場所を変えてみましょう。かなり右の方ですね、9番ポジション、
ね、こうやって見るとやっぱ全然見え方が違いますよね。今度は逆にこう右側がすごい見やすくなるんですけど、左側が見にくくなるという、どこが自分にとって走りやすいところなのかをチェックしておくということですね。使っているマシンは、ルーキースピードです。昨日一日もいろいろとアドバイスを受けながらやってきました。おかげさまで車の動きはとてもいいです。もうコンマの世界になってくるんでね、もうなかなか大変ですよ。面白い。まずは、最初になんですが、今回、ブログ等にも告知しておりましたが、ゼロドライブから、森田選手とあと古橋選手、それと、DM サーキットの勝重店長が、お客さん先生誘っていただきまして、本当にご来場ありがとうございました。また、ゲストドライバー、クッツン、アクションのクッツンが来てくれました。クッツンが来てくれました。クッツン、アクションの製品で分からないことがあれば、クッツンに聞いてれば、案外答えられますけど。じゃあすみません、今回、協賛品とも、ご提供いただきましたので、ゼロトライブ代表、金山さんから質問をいただきます。おはようございます。ゼロトライブの高山と言います。何度かお会いした方もいらっしゃると思いますが、よろしくお願いします。RC スーパー GT のカテゴリーが創設されて、まあ、2年ぐらいになるんですけども、まあ、いろんなサーキットでお勧めしていただいて、温泉とかで、お店単位で動いていただいて、お店ポイントとかも取っていただいて、とても楽しくやってる姿を何度も見てます。なのでスタジアム関さんのお客さんにおいてですね、こうやって楽しんでいただける機会を増やしたらいいなと思って、このレース少しお勧めさせていただいたところを、まあ、たくさんの方が賛同していただいて参加していただけるようになりました。ゼロドライブとしては、RC スーパー GT とスピードキングツアー、こちらの芋立てをメインで、スポンサーさせていただいております。で特にやっぱりスピードキングでは TC2 クラス、スーパー CGT のミオンズと F クラス、こちらはどんな方でも簡単に参加できるいいクラスだと思ってますので、皆さんでぜひもう一度この業界を盛り上げる感じで参加していただけたら嬉しいなと思ってます。今日一日楽しく過ごしたいと思いますので、皆さんのピットの中に笑顔の写真を撮りに行きますので、ここ来たら必ずハーハー見ては笑ってください。写ってこの辺に写ってると思うので、写真撮らせてください。よろしくお願いします。ピットお願いします。ピースの後に一茂店長一言お願いします。どうも、和歌山の TM サーキットがお邪魔してます。どうも富田と申します。一日よろしくお願いします。今日はですね、ここの子供たちと一緒に皆さんのレースお邪魔させていただきますので、お声をかからないよう、そして一緒に行った若者は去年の全日本チャンピオンに連れてきてます。ここではボイド君がすごい速いんで、こうやって速いツーリングカーってなかなかここでレース見てもらうことってなかなかないと思うんですけど、今日はなんかそういうね、ちょっとやるのは怖いかもしれませんけど、あ、こんな速いツーリングカーも面白そうやな、やってみたいなと思えるよう なんかレースをみんなで、ね、できたらなと思います。はい、ぜひ楽しんでいきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい、というわけで今回は本当に開幕戦、カムさんもドライバー伝えてありがとうございました。はい、スタートオーダーは安田国本、3番4番開けて5番5番の選手となります。それではスタートします。1番スター、2番スター、3番スター、4番スター、5番スター。
Thank you.
ん？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